賢者の贈り物。原作王ヘンリー、翻訳結城宏。さて、そのデラの美しい髪は褐色の小さな滝のようにさざ波を打ち、輝きながら彼女の周りを流れ落ちていきました。髪はデラの膝のあたりまで届き、まるで長い衣のようでした。やがてデラは神経質そうに、また手早く髪をまとめ上げました。ためらいながら1分間じっと立っていました。が、そのうちに涙が1粒、2粒、擦り切れた赤いカーペットに落ちました。デラは褐色の古いジャケットを羽織り、褐色の古い帽子をかぶりました。スカートをはためかせ、目にはまだ涙を光らせて、ドアの外に出ると表通りへ続く階段を降りていきました。デラが立ち止まったところの看板には、マダム・ソフロニー、部屋用品なら何でもと書いてありました。デラは階段を一つ駆け上り、胸をドキドキさせながらも気持ちを落ち着けました。女主人は大柄で、色は白すぎ、冷ややかで、到底ソフロニーという名前のようには見えませんでした。髪を買ってくださいますか、とデラは尋ねました。買うさ、と女主人は言いました。帽子を取って見せなさいよ。褐色の波がさざ波のようにこぼれ落ちました。$20。手慣れた手つきで髪を持ち上げて、女の主人は言いました。すぐにください、とデラは言いました。ああ、それからバラのような翼に乗って2時間が過ぎていきました。なんて使い古された比喩は忘れてください。デラはジムへの贈り物を探してお店を巡っておりました。そしてとうとうデラは見つけたのです。それは確かにジムのためだけに作られたものでした。それほど素晴らしいものはどの店にもありませんでした。デラは全部の店をひっくり返さんばかりに見たのですから。それはプラチナの時計鎖で、デザインはシンプルで上品でした。ゴテゴテした飾りではなく、素材のみがその価値を主張していたのです。すべての良きものがそうあるべきなのですが、その鎖は彼の時計につけるのにふさわしいとまで言えるものでした。その鎖を見た途端、これはジムのものだとデラには分かりました。この鎖はジムに似ていました。寡黙だが価値がある。この表現は鎖とジムの両者に当てはまりました。その鎖には21ドルかかり、デラは87セントを持って家に急いで帰りました。この鎖を時計につければ、どんな人の前でもちゃんと時間を気にすることができるようになるでしょう。時計は素晴らしかったのですが、鎖の代わりに古い革紐をつけていたため、ジムはこそこそと見る時もあったのです。デラが家に着いた時、興奮はやや冷め、分別と理性が頭をもたげてきました。ヘアアイロンを取り出し、ガスをつけると、愛に気前の良さを加えて生じた被害の跡を修繕する作業にかかりました。そういうのはいつも大変な仕事なのですよねえ、あなた。とてつもなく
大きな仕事なのですよ。40分のうちにデラの髪は小さく集まったカールで覆われました。髪型のせいでまるでずる休みした学童みたいに見えました。デラは鏡に映る自分の姿を長い間注意深く試すがめつ見つめました。私のことを殺しはしないだろうけどとデラは独り言を言いました。ジムは私のことを見るなり、コニーアイランドのコーラスガールみたいだって言うわ。でも私に何ができるの？ああ、本当に1ドル87セントで何ができるっていうの？7時にはコーヒーの用意ができ、フライパンはストーブの上に乗り、チョップを焼く準備ができました。ジムは決して遅れることはありませんでした。デラは時計の鎖を手の中で二重に巻き、彼がいつも入ってくるドアの近くのテーブルの隅に座りました。やがてジムが初めの階段を登ってくる足音が聞こえると、デラは一瞬顔が青ざめました。デラは毎日のちょっとしたことでも小さな祈りを静かに唱える習慣がありましたが、この時は、神様、どうかジムが私のことを今でも可愛いと思ってくれますようにと囁きました。ドアが開き、ジムが入り、ドアを閉めました。ジムは痩せていて生真面目な顔つきをしていました。かわいそうにまだ22歳なのに、彼は家庭を背負っているのです。新しいオーバーも必要だし、手袋もしていませんでした。旅の空でした。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。また見てね。